ヘンリーはアメリカ海軍の駆逐艦、ポールディング級駆逐艦の一隻。艦名はロバート・ヘンリーにちなむ。ヘンリーは1911年7月17日にマサチューセッツ州クインシーのフォアリバーゾー戦所で帰港する。1912年4月3日にコンスタンス・ヘンリー庭園によって浸水し、1912年12月6日にマサチューセッツ州ボストンで 艦長 WL リトルフィールド少佐の指揮下収益する。訓練及び成長後、ヘンリーはロードアイランド州ニューポートで大西洋水雷艦隊に加わった。平時の任務はカリブ海から北大西洋までの沿岸における戦術演習及び艦隊訓練であった。1914年4月22日、メキシコの短飛行機で艦隊に合流し、 革命で正常が不安定となったメキシコにおけるアメリカ合衆国の権益及びアメリカ人の保護を行う。この間ヘンリーは難民及び供給物資の輸送も行った。同年秋に第一次世界大戦がヨーロッパで勃発、ヘンリーは沿岸での中立パトロールを行い、アメリカの港における船舶検査も行った。アメリカ合衆国が1917年4月に第一次、 世界大戦に参戦すると、ヘンリーは沿岸でのパトロールを継続した。6月13日には、アメリカ海軍初の戦団護衛任務に従事した。その後は終戦まで沿岸での戦団護衛任務、ニューヨーク港沖での対戦紹介を行った。ヘンリーは1918年12月22日に、フィラデルフィア海軍造船所に入居し、1919年12月12日に、 退役した。ヘンリーは1924年5月16日に沿岸警備隊へ移管され、ラムパトロールの一席として貢献した。当初はニューヨーク州ステープルトンに配備され、続いてコネチカット州ニューロンドンに配備された。ヘンリーは1931年5月8日に海軍に返還され、1934年8月22日に、 ブルックリンのマイケルフリン社にスクラップとして売却された。ありがとうございます。